まあ国会最終盤になると、あの面白いですね、えー。テレビのニュースなんかも、まああのこれ別に批判していってるわけじゃないんですけれど、だんだんその政治部的なニュースになってくんですよね。えー、解散をめぐる自民党、岸田政権内の暗党とかね。<laughs> そういうタッチで、まあ要するに裏でいろんな駆け引き、 まあ、駆け引きの正体は、えー、政権そのものというよりも、まあ、岸田派派閥としての岸田派これは自民党の中で第4位にすぎないわけですけどこれが、えーまあ、つまりなかなか与党内で主導権を取れないということが、まあ、おそらく岸田さんにとっての最大の問題の一つではないかと思いますけれど、まあ、それを解消すべく、うん まあ、いわゆる総理の解散権になるものをうまく行使して、ええー、まあ、乗し上がっていこうということだったんですが、その、目論見みは、もろくも崩れ去ったというふうな感じ。まあ、こんな感じのニュースになるわけですね。まあ、それは大事っちゃ大事なんだけど、で、まあ、面白いっちゃ面白いんですけど、まあ、そのことよりも、まあ、LGBTQ の法案、まあ、法律になりますけども、 これの、花々しい問題性とかね、<laughs> そういうことに、まあ思いっきり焦点を当てた、えー、番組をぜひ皆さん作ってもらいたいなと、えー、思っております、えー。まあね、デモクラー TV はそういうことは、まあある意味ちゃんとやってるんだろうと思うんですけど。<laughs> で、えー、今日冒頭で、まあ、お話申し上げたいと思うのは、少し 次元の違う話になります。まあ次元が違うと言っても、まあ、こんな言い方をすると、何か私は高尚なことを言おうとしてるんだぞと <laughs> 言ってるように聞こえるかもしれませんが、全然高尚じゃない話です、えーまあ。もしこの話にタイトルをつけるとすれば、えー、直接行動主義、云々ということになろうかと思います。えー まあ、どういうことかっていうと、まあ、五一号の犬飼さんのあのセリフじゃないですけれども、話せばわかるではなくて、話してもわかんねえっていうふうに、まあ気持ちを切り替えた人々が、さまざまな場面で、さまざまな理由によって、さまざまな問題について、ある種の決断をしてしまう。その決断というのは常に、 え、行動によって覆われている。まあ、もうちょっと言えば、引き金を引いてしまうということです。え、文字通りの引き金も、この間ずいぶん引かれましたね。あの、ウクライナの場所では、まあ、戦争が行われてますから、えー、小銃だけで一日に何万発も、えー、引き金が引かれている。まあ、しかも、基本的には、 相手の人間を倒すために、人間に向けて、発射されている。まあ、小銃だけじゃないですけれど、迫撃砲もあれば、榴弾砲もあれば、ミサイルもあるということで、激しく引き金を引き合っているわけですけれど、日本の中ではね、えー、まあ、動物の量というのは、もちろんあの、あるでしょうけれども、 それを別にして、えー、そうではなくて、人間に対して引き金を引かれることが、えー、本当に、まあ少ないというか、基本的にはない状態ですよね。アメリカはどうですかね。アメリカは十だけ、十が、存在している銃が3億兆というふうに、まあごく一般的に、正確な数字じゃないですけれど、まあ言われる。 まあ国民一人一丁持ってるっていう、そういう計算にもなる。まあ実際にはね、持ってない人もたくさんいるわけですけれど、これが犯罪に利用されたり、あるいは私粉を晴らすために使われたり、あるいは悪もわからない、ただ撃つために、えー、ホテルの屋上から五十数人殺害した人がいましたけれど、えー、発射されるという場所ですね。 日本ではそういうことはない。なかったんです。なかったんですけど、まあ、あったんですけど、ごくわずかだった。えー、ここのところなんかそういうことがとっても目立つような気がして、えー、しょうがないです。で、これを、まあ、直接行動主義とか直接行動とかっていうと、まあ、ね、かつての、まあ、民族意欲の皆さんの、えー による、まあ、焼き打ち事件とかですね。<laughs> そういうのも確かあったと思いますけれども、えー、建物を占拠するとか、えー、いうこともありましたが、えー、フランスなんかではもう暗殺をこととする、えー、極左集団で、その名も直接行動というのが、えー、かつてありましたのであの、比較的イメージしやすいわけですけれど、その思想的な中身ということで言うと、えー そのテロ集団と、えーまあ、もしかしたら、えー、ローンウルフ的な、ね、あのテロの思想もそうでしょうしもうちょっとその目標が政治的なことでも社会的なことでもなくて主婦、えー、を晴らすために、えー、あるいは何となくむしゃくしゃするために、えー、気に入らない人を、まあ、殺害するその目的のために、えー、まあ 引き金を引くということがまあ起こり得るわけですね。えー、例をまあいくつか、えー、挙げればまあそうですね。うん、あの昨年の7月8日でしたか、えー？選挙演説中の安倍元総理に対して。 手製の銃を2発発射してそのうちの1発が、えー、安倍さんの心臓を貫いてと、まあ、一般には理解されてますので、えーまあ、絶命するということがありました、えー、こ,れこれはまあ背景は比較的分かりやすいと言ったら変ですが、えー、統一教会の問題が背後にあったというのはご記憶のとおりだと思います。 えー、まあ統一教会と、まあ、それと、えー、まあ安倍さんというか自、まあ、民党の保守派との力によって自分が自分と自分の家族の生活、まあ、場合によっては生命さえも、えーまあ、ボロボロにされてしまったと。 いうふうに考えた犯人が、えー、その行動に及んだということでしたよね、うん、まあ今も名前もさんざん言われていましたけど41歳当時41歳の人でしたから急にテンポがこう速くなってきますけど今年の4月の15日でしたね 岸田首相の演説中に、えー、鉄パイプ爆弾が投げつけられた事件、えー、これの犯人は24歳の男性でした、えーまあ、2人とも若いですよね、まだね。それから、えー、昨日まあ一昨日の日付で2つ、事件が起こっているのをご記憶ですか。 まあ一つは、自衛隊の候補生が、射撃練習中に、まあ射撃練習の時に、上官と、その彼の行動を阻止しようとした、まあ若い上官というか、を殺害した。もう一人怪我をさせてますけど、 これわかんない話だね <laughs>、えー。彼は18歳。名前も明らかになっていません。<laughs> で、同じ日にですね、これも不思議なんですが、大阪で33歳のこれは女性ですね、デパートのト,トイレで催涙スプレーを発射して、80歳代の 女性に怪我をさせたということがありましたこれもなんか理由が分かんないし面識もない人ではないかっていうふうなことのようですまあ,あの理由があったりなかったりっていうことはともかくその,その時の何かを解決するために催類、まあ、スプレーっていうのはそれはあのその辺に置いてあるものではないでしょうから えー、買ってくるなりなんなりで、えー、事前に用意して、えーまあ、まいたということだと思うんですけど、えー、そういうことがありました。まあ、こういう方向にこう人々が走るっていうか、まあ、問題を解決するために引き金を引くことによって問題を解決しようとするというふうにまあ何、えーまあ、て言うんでしょう 一般化してあの起きますけれどそうなる背景というのはこれまた一般論ですが、えー、自分の意見があるいは自分の要望が正しく伝えられない伝えられたとしてもそれが実現しにくいあるいは全くしない、えー、そのうちに無視されあるいは忘れされていって、えー、自分の意見とか自分の要望希望といったものが 通常の民主主義的な、えーまあ、言論のその回路といいますかいうところでは実現されないということに対して行動を対地するということ、まあ、これが起こる理由というのはもうまさにそういういろんな次元の違いはありますけれど まあ一般的にはそういうことになると思うんですね。で、うん。まあここでまあやや偏見深いかもしれませんけれど、この間通ったまあいくつかの法律。 入管法の問題もそうですし、LGBTQ の問題もそうなわけですが、特に LGBTQ の問題っていうのは、これは、とっても深刻な問題を、あの、その法律を作ること自体が大きな問題を、その、作り出してしまってるっていうところがあると思うんですね。あの、なんか政治技術的には、 えー、自民党公明党のその与党案に対して、えー、日本維新の会とから国民民主党これの、えー、案が、えーまあ、すり合わせをしてで修正をした上えで野党案に対抗して成立させるということになったとまあそれはあのご存知のとおりの経過なんですけど。 まあ中身が本当にひどくってえまあ差別はあってはならないというのが不当な差別はっていうふうに一つは限定をつけるのとまあこれはよく言われてる話ですから繰り返しですけれどえつまり不当でない差別というのがありうるようなそういう読み方が可能な文言にしてあっていろんな差別がある中で不当な差別はダメですよというあのごく限定的な それ何も言わないのと同じだよね <laughs> 不当な差別って差別は不当なんでしょ <laughs> でまああらゆる差別という意味で差別はっていうふうに書き出すことではなくてそう書か,か,かれると自分たちが、えー、差別してやろうと思っている人たちはですねこれは不当な差別ではなくて、えー、区別ですと。 あよく言う言い方ですよね。まあそういう、まあロジックを使って、えー、まあ、法の目的を、まあ、既存してると思うんですけど。からもう一つ、こっちの方がより決定的ですが、すごいね。あの修正によって追記された部分っていうのがあるんだけど、すべての国民が安心して生活できるよう留意するっていう、 LGBTQ の権利を認めると、えー、ややもすれば、<laughs> ま,まあ、言っているのはそういうことだよね。ややもすれば、えー、そんなことをしてしまうと、すべての国民が安心して生活できなくなるかもしれないっていうことでしょ留意するって言ってんだから。こ、これはその、なんていうか、差別の論理を法の文言の中に練り込んでますよね。 いや本当にひどい法律だと、えー、思いますし、えー、ない方がよかったよほどよほどよその方がよかった、うん、かこれによってまあなんていうかなあのよりその苦しい状態に追い込まれる性的な少数者の人たちが 出てきてしまううんじゃないかっていか気がします、ねうんまあでこういうことをやるとつまり問題を LGBTQ の人たちの存在をちゃんと認めて、えー、理解をしていくんですよっていう方向に問題を解決しようとしてで非常に大勢の人たちの希望を叶えようとしたわけじゃないですか。 まあそういうことですよね。ところがこういう格好で、えー、むしろ反転攻勢じゃないけど、これによって逆に差別を助長しかねないような文言を法律に書き込むということを許してしまったわけなんで、これは、えー、まさに実現する方向、まあ、そそのせいぜいがね、理解増進法案だから、最初からあのそんなに志は高くないと、 いうこともできますけれど、まあ、それにしてもねあの差別はいかんというふうなことがきちんと法によって定められることには意味があったと思うんですがまあそういう機会を得たのに逆に要望が、まあ、拒絶されるということになりますね。 問題が解決するないしは問題性が軽度になっていく可能性があったのにその道を閉ざしたっていうことになりますから、えー、まあ民主主義の原則から一体大変よろしくないということになると思います。いろんな場面で、えー あのだ,だから直接行動が,あのが多くなるとかってあのこのことについて言うつもりはないですけれど、うんまあ、こういう発想このところ非常に目立ってきているのはやっぱり日本の民主主義がちゃんと機能してないっていうことの調査まあそれはあのいろんな場面でね、えー、まあ安倍さんのやってきたことを一個一個思い出してみれば全部 全部当てはまりまりすよおそらくね、えー、安倍さんのその閣議決定で憲法の解釈改憲を事実上やってしまうっていうふうな、まあ、ことが一番大きかったですけどそれからあの事故を経験しておきながら原発に頼るそのエネルギー の、まあ、電源構成これを維持しようとして、えー、なおかつ <laughs> 60年超えて、えー、持たそうとするっていうねもうあれですよ今新潟とかあの柏崎とかの自治体の主張が首長さんがこれねついこの間東京新聞に出したあの記事ですけれども。 もう東京電力に原発任せちゃだめだって言い始めてますからねでそういう低らくなわけでしょその、まあ、そんな状態にあるまあさらに言えばあの汚染水の排出の問題もそうですけれどもう全くあの 自民党政権まあ自公政権反省なしっていうことじゃないですかね、まあ、そういう、うん、まあ感じがしておりますえー、っと一つそうだ忘れてました長野でナイフと猟銃を使って女性2人と警察官2人を殺害した人の話がありましたね うん、なんかすごいんですよ <laughs> ちょっと想像を絶するすごさがあります、ねうんまあ直接行動主義にその道を開くような、えー、乱暴なことをしてはいけないんだというふうに、えー、思っております。<laughs> えっと、ちょっと早いですが、えー、マスターの用意ができているのかな。えっ、ー、と、あ、恐縮です。えっ、ー、と、これをいただいた上で、多分ここにこう、テロップが出るんだろうと思うんですけど、<laughs> 急がすようで申し訳ないですけどね、えー。はい、今お話ししましたことに関しては、少なくともその一部が、えー、私が、マグマグさんから出させていただいております。 この2つのメールマガの方に反映させたいと思っております。というところで、いやそうそう、この人大好きな人なんですよね。なんかあの音がポップですよね。えー、大丈夫ですかね？はい、大丈夫ですね。はい、ウィントンケリーでダークアイズ。<laughs>